その位置にパースーとブレーカーがある。こいつに突っ込んで奴らの追跡を振り切れ。
じって捕まったりするんじゃねえぞ。我还记得呀，童年。不傻。俺たちが信じているのはタイムだけだ。そいつは俺らみたいに嘘がない。こいつはゲート間をいかに速く走れるかって勝負なんだ。ちなみに制限時間もあるから気をつけるんだぞ。精神年，金蛇节。
警察とのチェイスについて説明するぞ。奴らの追跡はヒートによって変化する。ヒートは追跡した時間で上がり、ヒートが上がるにつれ追跡が激しくなる。奴らの追跡を逃れるにはパースとブレーカーに突っ込むのが有効だ。うまくやれば何台ものパトカーを一気に破壊できるぜ。
パースとブレーカーは至る所にある。アイコンがついてるからすぐに分かるはずだ。さて次はヒートを下げる方法についてだ。一つはほとぼりが冷めるまで別の車に乗り換えるというもの。もう一つはショップに行って外見を変えちまうというものだ。要はお前だって気づかれないようにすればいいんだ。俺たちは警察がかけた賞金額でドライバーを評価してる。ブラックリストランカーにバトルを挑むには相応の評価が必要だ。評価を上げたいならパーセントマイルストーンに挑戦すればいい。もちろん逃げ切ることが前提だ。ミスって逮捕なんかされるんじゃねえぞ。不回头，天心暗恋他，他别宠。
自体は大したことないが、警察組は気になってシャシャに出てくる。厄介だぜ。迎新上阵庆新年。金蛇降临喜年年，招来富贵大团圆，一家大小贺新年。咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚锵，咚咚咚咚咚咚锵。Wait, wait, wait.
見て、この端末があれば警察のデータベースへアクセスできる。ここにあなたの名前もあるわ。警察がもうあなたに目をつけた。でもまだまだランクは下よ。ランクを上げれば評価も上がるわ。おいおい、いいもん持ってんじゃねえか。あんたには関係ない。相変わらずだね。いいかモテ男、忘れんなよ。お前はただ運が良かっただけだ。すぐにお前みたいなのは落ちこぼれていくさ。この世界はそれほど甘くねえ。で、言いたいことはそれだけ？いや、いい加減頭を冷やせ。お前このお坊ちゃんのどこがそんなにいいって言うんだよ。俺んところに来ればたっぷり可愛がってやるのによ。マメにチェックしてね。じゃあまた連絡するわ。よくやった。タズはお前を憎み、その代償を払った。お前も同じ年を踏